はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズ3、今回から系統別攻略ということで、まず最初はスライム系でやっていきたいと思います。一応ルールとしては、スライム系を使っていきます。で、配合はありにして、その配合しないとね、使えないスライム系統もいると思うんで、配合はありでやっていきます。配合で仲間にモンスターしたモンスターは使わないで、後ろに控えとして入れておいて、レベルが上がったら配合していくっていう感じですかね。あとイベントはガンガン、飛ばしていきますので、サクッとやっていきたいと思います。それではこの、可愛らしくも強いスライムを使って攻略していきたいと思います。こやつじゃ。というわけで最初の初期モンスターはスライム系のマンドラでいきます。今だ。早速スライムを仲間にして、あと羽スライムが欲しい。よし、66だったらいけるっしょ。オッケー、挑戦する。ではエンドール G クラスいきましょう。頑張って。メンバー的にはマンドラとスライム、スライム、羽スライム、ちょっと4体は欲しかったからスライム2人入れてます。でマンドラギラ覚えるのがいいよね。で羽スライムはバギーが使えるんで、この2体が今のところ全体攻撃役かな。で G クラスだとね、回復まではいかないと思うけど、スライム2体がホイミを覚えてるんで、一応回復役っていう感じ。通常時はメラでも、ギラマギのパターンで大体いけると思うんだよね。で決勝もまあ別にって感じでしょう。スライム素早さ速いな、かなり先手を取る。本当はマンドラと羽スライムの方が速い方がいいんだけどね。ギラマギでやって仕留め損ねたのをメラで落とすっていう。攻撃力そこそこだな、メラよりは強い。何、大きい槌若干しぶと。挑戦する。ではそのまま F クラスいきます。 F はね、決勝がやっぱちょっと辛いんだよね。あ、スライムツリーがいる。欲しい。早く配合できないと、もうずっとこのメンツでいかないといけないからな。でも覇王城初級はバブルスライムがいるから、バブルスライムいたらバブルスライムに入れ替えるのはありかな。あと覇王城の初級って誰いたっけ。もう人間界ではスライムと羽スライムしかいないから、どうしてもメンツ的には、あと羽スライムをスライムと入れ替えるかっていう感じくらいしかね、選択肢がないんだけど。初期モンスターでね、スライム系がいないってことはドラクエではないと思うけど、マンドラがいてよかったな。やっぱマンドラギラ使えるのがかなりでかい。最初はね、全体攻撃めちゃくちゃ貴重だからな。かといってバギはね、少し火力不足な気がするんだけど、耐性にもよるけど。ギラ、ほらバギちょっと弱いよな。リリパッドの耐性はありそうだな、バギに。さあ次が決勝。このウィングスネークがマジで肝だからね。多分 L サイズ特性として1から3回行動っていうのがあって、1回行動だとマジでいい。3回行動されたわ。
まあ、火の息測れなかったから、まあよしとしよう。け、こいつ魔法トーン使ってくるのかよ。やばい、これは結構きついぞ。羽スライムがいけるか。バギで、ちょっと作戦変えよう。こっちのスライムを命大事にしよう。命大事に。あともやるしかないもんね。いやー、2回攻撃、木の息、熱い。危ない、3回は最悪だったな。って言っても結構壊滅状態になってるけど、最初ここ壁だよな。 F ランク決勝戦、いやまだ落ちないか。これ魔法トーンってさ切れないの？1回で終わってくれ。2回やば、落ちる。ホイミがあれば、よし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 。17って結構食らうな。よし、笑い袋の魔法トーンマジ最悪だった。最悪だったっていうか、まだ終わってないけどさ、毒も続いてるし。で、毒の息自体はもう最悪毒になったとしてもダメージにはならない。危ねえ、ホイミスライム、ホイミスライムってか、ホイミ役のスライムが落ちたらかなり厳しいからな。いや、まだかよ。ああ、魔法トーン切れたな。しかし、ちょっと、時遅しか。1回で終わった。よしよしよし、しょうがない。26とか。最後に、回復をして、9。右のプリズンにはまだ落ちないのかよ。やられた。2回攻撃。からの、魔法トーンがきつかったな。リベンジマッチ、特にレベルとかは上げてないです。で、こいつの行動回数にマジで左右されるかな。出た、3回、火の息も食らった。よし、ただ笑い袋が魔法トーン死ぬんだけど、その代わり羽スライムがやばい。あ、ホイミ行動順が遅かったのか。まあまあまあ、よかったな。1ターン目で誰も倒せないっていうのかな。これどうする。スライムもちょっと命大事にする。スライムっていうか第2スライム、命大事に。でも名前が一緒だから名前ちょっと変えとけばよかったかな。毒攻撃とか。あ、1回で終わったな。よしよしよし。ヒットポイントは常に高く保っておいて。きた、魔法トーン。オッケー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 。超ラッキー、今回はラッキーだったな。かなり運に左右される。 F ランク決勝はバーストモード、これもかなり左右するね。最初の状態は バーストバギ2連発やってくれれば。ヒャド強いんだよね。こいつは大丈夫か。羽は。よし、倒した。あとは真ん中のウィングスネーク。バギバギ。OK。なんか最初と全然違うな。覇王城初級。で、ここは一応バブルスライムがいるんだけど、まあ、仲間にしやすさを考えたら先にエクサクリアした方がいいよね。エクサの GQ はこのメンツでいきます。まあ、道中骸骨とか倒しながらレベルを上げて、まあ、スキル的にはねもう強い呪文はないんで、一応スライムが30で電位が覚えられるんだけど、まあそこまではいかないよね。まあまあまあ、いい経験値8くらいにはしていけるかな。出場するか。ではエクサの G 行きましょう。メンツは一緒で、レベルは全員9かな。
スライムカルゴとかもいるんだ。こいつも G ランクかな。G ランク結構多くない？スライム、スノームもスライム系なんだよね。あんまりスライムって感じしないけど、てか結構食らったな、冷たい息。あれ今どうした、殴った？マンドラ体勢立て直すからのバギー、ギラ、シャドウがな、スライム結構食らうんだよ。ほぼほぼホイミ一発踏んだな。イエティが若干しぶとかった。こいつら若干火力高そうだな。スカルライダーとか、スカルライダー骸骨あたりが火力高そう。ギラで倒せるか、スカルライダー倒せない。20大ガラス大して変わんねえな、真空切り20変わんねえや。2ターン目でどれだけ倒せるか。ハートブレイク、てかスカルガルーがドルマは結構食らうでしょ。最初の方のマジでドルマ火力高いからな。ドラキー結構強いんだよね、ドルマ使えるから。よし、あとはこいつだけ。え、バギ効かねえ、殴れ。7 11。 X は G の最終戦はなんかそんなにきつかった記憶がないんだよな。大丈夫そうかな。気をつけるべきキャラはこれといってって感じだな。ミステリードールが硬そう、カラクリックも硬そう か、 なんか全体的に物質系だな多分。呪文で攻めれば全然大丈夫でしょう。なんか物理だったら結構硬くて大変そうだけど。メダパニか、混乱しやがった。しかもどうする、普通にゼロ。一応回復はするよね。攻撃力減少したけど、まあ別に攻撃するわけじゃないから痛い。結構食らったな、自分で自分を。いや、スライム2体入れといてよかったな。スライム系多分耐久力がそんなないんだよね。耐久力っていうか硬さ、守備力的なものが。熱い、あ、倒せるかな、もう。よし、エクサの G も突破で、これで配合ができるようになったのでレベルを上げていこう、うん、煉獄峠昇級で、ここはね、あのホイミスライムとスライムベースがいるんだよね。で、スライムベースがランク F なんで、ちょっとぜひともスライムベースは仲間にしてF ランク級をね少し合成していきたいかな、まあ、ドラゴスライムは欲しいよね。ドラゴスライムはマジ主力になるから今回多分。てか前回普通にやってた時もマジずっと使ってたからね。で、息がマジで強い。で、ここら辺に来ればまあ10レベルにするのはそこそこ、ちょっと時間はかかるけど、そこそこの時間で10レベルにはできると思うんで、どんどん配合していきたいと思います。よし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 、お、起き上がった、やった、仲間にしよう。バブルスライム、これを。27か、上がんねえな。ちょっとクリアしてからにしようと思ったらなんか起き上がってきたんだけど、やった、仲間にしよう。スライムベス F ランク、いいね。
ほっ、今だ。ホイミスライムは30パーくらいか。まあ無理だよな。よし、仲間になった。 32%。 さあ、いよいよ配合の時です。あ、デザートデーモンだけね、ちょっと引き継ぎで連れてきてます。まあ使わないけど。で、まずスライムとドラゴン系のコドラで、ドラゴスライム、これも絶対作る。で、イブキと、まあ、一応スラホース、ホイミまであるからやっておいて、あ、防御でもありだな。使わないけどね。幻惑ガードいいじゃん。まあ、まずはイブキを鍛えていきましょう。これでドラゴスライムで、あとやっておきたいのが、とりあえず配合する。で、配合しておかないと、スキルがね、3つないんで、スキルが3つないと、ちょっともらえるスキルポイントが少なくなっちゃうんで、とりあえず3つつけておきましょう。闇の心一応入れておくか。で、マジックパワーアップ。神聖マンドラちゃん。あ、ブチスライムが作れる。スライム、ブチスライムにしよう。イエローソード、スラフォース、電撃ガードだな。この組み合わせでなんでブチスライムになるのかよくわかんないけど、羽スライム、スライムつむりにしよう。で、え、何が言うの、つむじ風でバギーでしょ。てかグリーンソードでもバギーあんのか。どっちがいいんだ。バギマが85、あ、グリーンソードにしよう。で、防御と風ガード、で、ホイミスライムもとっ捕まえてきた系だから、ちょっとキャタピラーと組み合わせて、ここはちょっとスライムツリーも作れるけど、ホイミスライムのまんまにしておきたい。で、ヒットポイント回復、あと適当にくっつけて3つにする。ホイミスライム、じゃあとりあえずこの神聖スライム軍団でちょっと進んでいきましょう。烈火の門のボス、アンドレアル3兄弟の末帝ですね。で、回復薬でホイミ入れてます。で、ホイミまで覚えてんだけど、ドラゴスライムがね、火炎の息は覚えたんだけど、まだ冷たい息なんだよね。火炎の息は効かないでしょ。一応やってみる。てか別にお任せでいいか。ゼロ、全く効かんわ。単体火力取るまで17。スカラなんて取らないんだ。スライムつぶりめちゃくちゃ硬いからね。やっぱ氷の方がいいか。取るまで18。攻撃しだした。もはや息を吐くより攻撃なんだろう。火炎切り34。痛い。いや、なんか地味な戦いになりそうだ。バーストって言ってもな。いや、やばいやばいやばい。バーハ、あ、ちょっと待って。そうか、命大事にしてないからだ。バギーそこそこ効くな。ちょっと作戦、ホイミスライム、命を大事にしてください。で、一回跳躍素使おう。これでホイミスライム OK。 今のとこ火力が出るのバギーだな。効かん。マジスライムつむり硬いから。で、このバギ、バギ、ダブルバギ、冷たい息で20か。確かに攻撃とそんなに変わんねえな。ベホイン、いや、いいね、ベホイン回復量がいいわ。これでバースト切れちゃうからな。誰かもう一回バーストしてくんねえかな。
ホイミスライム以外で。いいね、全然間に合うわ。火力も落ちてんな、バーストしてないから。あ、倒した。レベル上がってくれ、640。あ、上がんねえし、上の2人。これスキルポイント9手に入れて、ドラゴンスライムいくつになった？ギリギリ足んねえ。一応上げとこう。97。さあ、これでスライムベスト、ランタン小僧で、スライムタワーを作ります。電撃の心引き継いでおくか。火の心も一応やっとこう。あとは、ガード的なやつ。スライムタワー。あと、玉ねぎスライム作れんな。作ろう。マンドラちゃん。マンドラちゃんはドルマを使ってきたから、これ入れてマジックパープ入れとくか。妖精はもういいかな。ナチュラル、いや微妙だな。だったら妖精の方がいいかな。ヌメヌメ弱体化ガードにしとこう。玉ねぎスライムツリーも作りますか。グリーンソードかバギアル、防御、あ、サポーターいいかもね。ツリー、あとパールスライムも作れるからこいつも作ろう。ホイミスライムは置いといて、スライムでいけんな。水の心、スラフォース、素早さ、スライム勢コンプしていこうか。できればパールスライム、じゃあスノームも、こいつは、あ、ブチか。ブチとお化けキノコでいいやん。氷結の心いいね。ヒャダルコあるからな。電撃ガード、マジックパープでいいや。スノーム、甘味料昇級、これでドラゴスライムがスキルポイントゲットして、で息吹がいけんな。よし、マスターちょっと合成するか誰かと。その前にやっておきたいことがあって、春のうちにここ渡って、小さなメダルを回収しておきたい。じゃあドラゴスライム、ぶっちゃけ誰でもいいっちゃ誰でもいいんだよな。買えないから。ドラムとか、別にだな。イバラドラゴン、花巻ドラゴン、こっちにしとくか。ドラゴスライムでブレスマスター回収して、光か、一応光回収しとこう。何代目だもうこいつ、結構重ねてるよ。でブレスマスターで凍える吹雪まで振ろう。あんまり振りすぎるとマジックパワー不足で使えなくなるからね。すぐ息切れ起こすから。こんなもんでまあいいでしょう。とりあえずはちょっと試し切り。あー、ラブリー発動された。あぶねえ、結構うぜえな。とりあえず息を吐いてくれればいい。レベル1だからまだ全然遅いな。凍える吹雪でいくつだったか。強っ。あ、やめて、攻撃しないで。よし、これで突き進んでいこう。でまた一気にスキルポイントも手に入ったから、これどうしよっかな。
減額ガードちょっとあれだよな。一番最初最大マジックパワー16増えるし、これだけ5振っとくのはありだよね。振ろうとりあえず。よし、パンケーキ山ギールの、こいつはもう完全に火力で襲う。凍える吹雪112、ドルクマも覚えたかんね。68、ベギラマカナのルカナ全然効かないな。ヒャダルコ、こいつだけちょっとデイ、いやでも大丈夫でしょ。凍える吹雪強い。お、爆裂剣集中してドラゴンスライムが食らったな。雑魚が、やっぱ上位スキルを覚えるともう全然違うよな。これでスライムタワーもスキルポイントまだか。あとちょっとなんだよね、スライムタワー。今89あって3あるから、次で心いけると思うんだよね。よし、コロネ共に行くぞ。ちょっとスライムペース回収しときたい。ではスライムタワーの電撃の心をマスターしたので、スライムタワーとシールド小僧でスライムナイトにします。で電撃の極意は引き継ぐでしょ。で騎士道も引き継いでおいて、火の心をどうしようか、捨てるか。騎士道ってでも結構使ってたけど、あそっか、バイキルトあるんだ。電撃ガード入れとくか。やっぱりマジックパワーも上がるし。さあこれでスライムナイトアタッカーとして使っていこう。あと極意組なんだけど、まあ、玉ねぎジャグラーにしますか。マジックパワーだいぶ低いけど、どっちかというとアタッカーだけど、いいや、手に入れたことないし。で闇の極意引き継がせて、ウォーリアーも一応入れとこう。でどうする。マジックパワーアップか弱体化ガードか。弱体化ガードだな。ジャングラーでスノームは、まあ、スライム系と掛け合わせて同じリア極意だけ引き継ぐ感じで、マッシュと配合。で単純に同じで出場するか。じゃあエクサの F、 これはもう楽勝でしょう。そのままE クラス。で竜神殿初級、でここで小さなメダルを手に入れたら、メダルが今10枚になったはずなので、エクサで交換しに行こう。ルーラ、さあこれでメタルスライムで、メタルライダーにできるんだけど、さすがにヒットポイントが低すぎるんで、まあ掛け合わせてからスライムナイトと組み合わせてメタルライダーにしましょう。
決勝の番人。どうしようかな、スライムナイト一回バイキルトかけてジャングラー強化してみる。炎か吹雪かどっちがいいんだろう。ジャングラーってドルモアのが強そうだよね。一回ルカーナとないよ。まあ入れば攻撃していくし、50強力減少した。ハートブレイクギガデイン56。うん、まあこのくらいか。スライムナイトじゃあ攻撃っていうかバイキュートかけたらマジックパワーなくなるな。ジャングラーちょっとこれで攻撃してみよう。激しい炎で、あ、激しい炎の方が効くじゃん。60か、微妙だな。ドルモアの方が効きそうだな。地響き、あ、これもういきなりダメージか。てか結構効く、強っ。ドルモアが強い、倒した。最初からドルモア使っとけばよかった。いい経験値だ。もうメタルスライムもくっつけちゃっていいかな。そんなわけでメタルライダー、こちらもやっぱジャスティスだよね。一応極意極めてるから極意は入れておこう。騎士のバイキルト、あ、ジャスティスにバイキルトはないのか。バイキルトは欲しいよな。騎士道でいくか。ちょっと3つとも攻撃系というかあれになっちゃってるけど、まあいいか。ジャスティスがでもベフォイム、騎士道はもう本当にバイキルトのためだな。だから30まで貯めたらもういいやって感じか。さあメタルライダー完成です。であとはちょっとエンゼルスライムを作ろう。どんぐりベビーとフミスライムで継承は爆発の心欲しいんだよね。火力要因でイオラでヒットポイント回復も入れるでしょ。キューピッド微妙だったからな。魔術模様も別にいらないでしょって考えると、あとやっぱり闇ガード、この3つでいこう。エンゼルスライム、あとボックススライムが作れるからこいつ作っとこう。バブルスライム、スライムベース、スライムベースがあれなのか、なんか何でもいい気がするな。ドラムゴートにしてアッパーで一応バイシオン要因にしておきますか。こっちは特に何も考えてないんで。ボックススライムでエンゼルスライムとホイミスライムでベホマスライムで爆発の極意を覚えさせてヒットポイント回復と、まあ、闇ガード、これでイオナズンまで覚えさせれば火力も出せる。ベホマスライムが完成。ちょっとホイミスライムとっ捕まえて、よし今のメンツで C クラスいけっかな。ちょっとやってみよう、挑戦しちゃいます。よし、とりあえず火力で押し切るからみんなガンガン行こう。先手は取られちゃうか。稲妻ダンス、てかベホマスライムがやべえな。おだて上手ゲッ、ブレス反射とかなかった今。最悪ダメージ無効とか、いや反射されてる、めっちゃ最悪なんだけど。いやマヒャドも返されんだろう。期間全く期間、いやダメだな、火力が高えな相手の。
マヒャド。ああダメだ、反射対応されるともうどうにもならんな、この辺バージャー。 C クラスの道は遠かった。おとなしく鉄鋼砦の魔界へ行きましょう。さあ闇のブレスも覚えて、一段階強くなったところで現在は大監視塔のボスの前ですけども、その前にちょっと背後に戻ろう。ルーラ、まずモリモリスライムが作れるんでモリモリスライムを作ろう。電電流とスライム、電撃火炎爆発、でモリモリスライム。あとスライムタールが作れるんでバブルスライムとボックススライムか、まあ、これも掛け合わせておこう。火炎レッドアッパー、バブルスライムのタールバージョンか。では男子大監視塔、メンツはドラゴンスライム、メタルライダー、スノーム、ベホマスライムで、これドラゴンスライムよりメタルライダー前に出した方がよくないか。守備力42156、全然違えな。スノーム114、あ高え。でドラゴンスライムとベホマスライムは大して変わんないからこれでいこう。パーシバル戦突撃、パーシバル一人か、このままゴリ押そう。吹雪あって100ギガデイン130、えちょい食らうな。ベホマスライムがやっぱ若干弱いか。そうだな、回復に入ろう、命大事にしてもらって。って言うてもベホイミしかないんだよね。で一旦回復して、まあ一人も100以上回復するか。やばい、集中攻撃されてる、倒した。経験値2400、で最悪の魔球低層、守護者1匹目。あれ普通に暴れ込まないんだっけ。闇で100、殴って40、ギガデインで50、イオナズンでも100くらいか。やば、全員休みになってるし、休み強いよな。でマヒャドで70くらいか。もうマジックパーがないけどこんなもんか。レベルが上がってくれれば回復するから600しかねえのかよ。まあ良い。守護者2匹目サブナック、回復はしてない、殴るしかない。そろそろバイキルミンとか売ってるかな、全然店売りチェックしてないけど、更新のタイミングがわからん。ベホマラ欲しいな。ベホイミでなんとかしのいでるからな。全体攻撃がきつくなってくるとマジでベホマラで対処しなきゃいけなくなるから、一回アモール使うか。これをそろそろちょっと考えるか、誰が持ってるか。全体回復、これでメタルライダーはレベルアップで回復したけど、3体目はヘルシーさ、いきなりピューロ上がってたけど、まあ、ヒットポイントは全開して、ドラゴスライムのマジックパーをちょっと回復させたっていう感じかな。闇で100、回心が出た、ギガレイン、こ
これが通らないな。イオナズル150めちゃくちゃ通る。で火炎はまあ大丈夫か。火炎氷のタックでそれなりだな。ヒットポイント的にはみんな変わんないから割と楽には倒した。それではやってきましたデスパレス。まずはザコ戦、相変わらずの闇の位置でギガデイン通ればもう全然楽だな。通って先手取れればっていう感じだ。敵の全体攻撃を先に打たれるときついっていう。下の子たちもレベルが上がってきたな。そしてジンマー将軍、あアイテム見てくれよかったな。攻撃力だけ下げとくか。効くか。あ効いた。こいつ L サイズ扱いではないか。特に L って書いてないから。ダブルギガデイン真空波って、あ全体か。あ全体攻撃だね。普通の攻撃が巻き跡めっちゃ通る。プレッシャー、おーわ2人。いやでもスノーマンが魔人斬り最悪だ。巻き跡これが通るかな。一応動物使うか。特約使っちゃおう。もうこれをデッキがデイン悪魔に通らないのか。もうほぼないからな、こいつに関しては今のパーティーで。でレベルアップ全員。ではモリモリベースを作りますか。モリモリスライムとスライムベース、巨漢は別に引き継がせる必要もないけどな。てかまあ全体的に引き継がせるものがないからね。結局メタルライダーと配合してメタルライダーの使ってたやつをほぼ使う感じになるから。モリモリベース、あとダークスライムがいけるんだよな。ドラゴンスライムは使いたくないな。スノームか。じゃあジャングラーはあれだしな。あコロネ、コロネからダークスライムになるのはかなりいいな。コロネちゃんしょぼいからね。これもなく適当でいいや。でダークスライム、ダークスライムででっかいダークキングができるんだけど、どうしようかな。もう一体作れっかな。なんかこの配合だったらいけそうな気がする。さあ合体のお時間です。まずはスライムジェネラル、メタルライダーとモリモリベースで、何を引き継いでいったっけ。ベホマラあるからな。ジャスティスは引き継ぎたいよな。この3つか。ジェネラル、ジャスティス、電撃。こいつランクいくつだっけ。 B だっけジェネラルって。そしてドラゴスライムもスライムブレスへ進化の時、ドラゴスライムとドラゴン。てかこっからも作れんのかよ。まあいいや、ドラゴスライム自体が F だからね。ランク上げという意味でドラゴンをね作り出しましたよ。でブレスマスターと極炎、あとはまあ幻惑ガードかな。2つマスターまで持っていけるかな。スライムブレス、あとなんか知んないけど石炭つむりが作れる。カルゴとスライムタール、火炎か。まあつけておこう。レッドソード、素早さアップ、カルゴはどこかとっ捕まえてきた気がする。で石炭、あとはダークキング、これはダークスライムとダークスライム。
くっつけんの？邪悪って何？いや微妙だな。ザラキでどんだけ効くかだよね。いやこいつなんかスキルがしょぼいぞ。ちょっとヒットポイント回復入れといて、賢さも入れといて、攻撃がない、弱でも入れとくか。ちょっと今んとこ全然使い物にならないな。まあ合体素材用か。ダークキング、ではこの構成でちょっと進んでいきましょう。ジェネラル、スライムブレス、ダークキング、ちょっと一回スノーマンと外そう、外そうというか交換しよう。あとスノーマンとベホマスライムをなんとかしたいのか。こいつだけやたらランク高いな、 B。 というところでちょっと初級がね、思ったよりだいぶ時間かかってちゃったんですけども、ずっとあの配合してたらキリがないので、ちょっとここいらでね、次中級に行きたいと思います。というわけで、スライム編初級、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。